アメリカでは魅惑のおっぱいアイテムが大ヒット。これまでおっぱいを大きくするにはグラビアと調整したり豊胸手術をするのが定番だったが、アメリカで全く新しい魔法の豊胸アイテムが登場。その魔法のアイテムがこちら、豊胸ジェル。なんとこのジェルでおっぱいが大きくなるという。一流のセレブたちまでもがこの豊胸ジェルがお世話になったらしい。使い方は簡単、ジェルをおっぱいに塗ってもみもみするだけ。およそ2ヶ月間の間後を買うと最高の5センチのハートが大きく届くのだ。ではなんでこの豊胸ジェルがヒットしたのか、その理由は谷間の深さが女性としてのステータスというアメリカならではの価値観にあった。その証拠にこちらの映画のポスターをご覧いただこう。言わずと知れたハリウッド女優キミラ・ナイトレーなのだが、彼女のおっぱいにご注目。たわわに祈ったおっぱいだが、実は僕の写真はこれ。そう、実際はおっぱいがない。比較すれば一目瞭然、CG でおっぱいのボリュームアップ。実はアメリカでは C カップ以下の女優は売れないという法則があるらしいのだ。この番組では世界中のありとあらゆる流行を紹介。そこから見えてくる驚きのお国柄新発見バラエティ、世界ヒットメーカー。テレビの田中です。そして今夜は日本を代表して世界に通用する実力を持つゲストにお越しいただきました。山中さん、 VTR でも全部東京ジェルのところに一番反応してますもんね。夢のようなアイテムじゃないですか。あれ確かにドラえもんですか。実はこの東京ジェルのロケをやられたディレクターさんにちょっと分けてくださいってお願いしちゃいました。おっぱいがないとやっぱり人気なんか出ないんですよ。